皆様こんにちは成羽でございます、えー、本日はあちょっと両親の思い出にまつわることを少しお話しさせていただきたいと思います。えー、今日ねなぜかふと、えー、ちょうど母があまだ元気私のうちに来て、えー、父がたまたまあ緒 胃の手術をするために私のお家の方に来ていただいて。 えー、3か月ぐらいだったでしょうかね9九1 0 1 1 1 2あ四4か月ちょいでございますね、えー、それぐらいの,あの期間をあの母を私の自宅で見ておりまして、えー、その時は、えー、多分ね父も一人で、えー、胃,がん胃がんだったと思うんですねその時はね、えー、それで入院しあの検査した結果あ手術しなければいけないことになりましてそうするとやはり母がね、えー 母はあもっと以前にちょうど胃がんの手術を大変なあの手術をしておりまして、えー、ちょうど腸と食道をね直結するようなあ大手術だったんですけれどもそれからまあ,あのほぼもう8年ぐらい経っておりましてね、えー、ちょうどあのもうども お薬も飲まなくてよくなっておりまして完治はしていたんですがあその間いろいろありましてやはりあの無理をしたんでしょうね、えー、すっかり体が弱ってしまって歩くのも困難な状態でございまして、えーまあ、朝起きて自分のことは母はあの身づくろいをして、えー、今に来てて、えー テレビの前に座ってということはあの顔を洗ったりすることはできるのですがあのもう何でしょうお台所の。 ご用だととかかおお買い物とかできなくなくっておりましたのでね、えー、そんな中で、えー、まあ父が胃がんになりまして、えー、手術をしなければいけなくなりましてね私にあのその時連絡をくれまして「えー、よかったらちょっとだけ預かっていたくれないか」と母をね言ってきたんですね「えー、大丈夫よ」じゃあ,あの、まあ、その子は私はお勤めしてましたけれどなんとかやってみるということで、えー 私と娘と2人でね、娘にもその時相談をしまして、えー、要するに平日はあの娘が月曜日の朝から金曜日の夜まで、えー、うち私のうちに来て、えー、もらって娘も結婚しておりましたのであの来てもらってで私が金曜日の夜からあの月曜日の朝まで えー、えー、日曜日の月曜日の夜朝までということで、えー、交代でね見ることを相談して、えー、こういうあの感じで、えー、ちゃんとできるからあの母をね、えー、迎えに行くよということで娘と二人であの迎えに行ったんですねあのその時あの娘のね結婚相手の婿どのも一緒にあの迎えに行ってあの その時は新幹線で行ったたんででしたね、えー、新幹線で行きまして、えー、それで、えー、にあの母のね当座の着替えとかを用意しまして、えー、それで、えー、私のお家までね、えー、来ていただきまして以前,、まあ、こ前はここではなくて、えー、神奈川の方に住んでおりまして、えー、そちらの方にね、えー、来てもらいまして。 それで先ほど申しましたように朝の月曜日から金曜日の夜までは娘がね毎日泊まり込みで母の介護をしてくれましてあと週末金曜日の夜から月曜日の朝まで私が介護するというスタイルをあの 取ってなんとか私もお仕事をその時はあ続けていられたんですね。えその時たまたま娘がちょうどおいろいろなあの合間で手が空いておりましたのでお勤めもお仕事もしていなかったのでちょうどいい時期ではあったんですね。そんな中であの二人でね協力し合いながら母の面倒を見ておりましてですがですねあのまあ 父が入院しまして手術が終わって、えー、元気にな,なりましてね、えー、しばらく父も私のところに来て、えー、何日か一緒に過ごしましてでまだ父がね本調子ではなかったので、えー、少しね自宅療養がてら私のところに来ておりました。えー、その時ですね、えー、父が退院してかららまあほぼ1ヶ月ぐらいあの、まあ 元気になってきましたので日にちが経っておりましたので母の、ね、髪がねちょっと伸びていたんですねで母の、えー、髪の毛をねい,もいつも父がね散髪っていいますかカットをしておりましてそれを見た父がね母の髪を。 こう用意私のおで用意をしまして、えー、髪をねカットしたりして、えー、それから、えー、顔を剃ったりしてね、えー、しておりましてもう母はね、えー、何もその頃はね、あのー、本当に 必要なこと以外は何も喋らないようになっておりまして、えー、多分遠慮してたんだと思うんですよねもっとあれこれ言ってくれればよかったのにと思うんですがあいつも静かに黙って、ねえー、おりました、えー、それでその散髪している風景をね私娘とも見ていてねああいいなあと思ってたんですね。あの 家族全員がそんなふうに集ってそんな光景を見ていると、えー、なんか全みんなで一緒に住みたいななんて思ったものでしたねでそれで、えー、まああの,あの新しい、ね、年が明けましてちょうどその年はあの いのしし年でございましてね、えー、母がね、えー、ちょうどその自分の年女にだったんですね。でその時母が言った言葉がね、えー、私は長生きだわっておし言ったんですね。昔の人は五十とかね、えー、まあ六十もいかないでえー、亡くなったのに私は八十五まで生きた、長生き長生きしたなあってポツリと。 言っていたことを思い出しましまた今思いますと、えー、もっとね、えー、母や父といろんなお話をすればよかったといつもあの思っておりますそれで、えー、まあ,あのほどなくして年が明けて、えー、父がね、えー、体調も回復したので、えー まああの母をねこちらへ連れてきてくれないかということで、えー、じゃあ分かりましたということで娘,と娘はあの駅まで送ってくれまして私が母を実家まで連れて行ったんですがその時母はどうやら帰りたたくなかったようでございますね、えー、ずっと私のとこにいたかったようでございました。あ元々は えー、一緒にね私と住むことが夢だったようでございまして本当はあの最後はね私のところにいさせてあげたかったなと思いますね。えー、ですが、まあ、父には父の事情がございましてやはり、えー、ふるさとの 成里はというところで、えー、ね、日々世気を立てておりましたので、ご近所のお付き合いとかいろいろありますので、一、えー、人だけね、えー、母を家に預けているというわけにもいかなかったようでございますね。えー、それで、あのまあ本当は父ももう思い切ってその時に実家をね処分して家に来てくれればいいなと思っていたんですが、やはり父も にしてみればふ,ふるさとでございますからねえなかなかそんなわけにもいかずそれでやむなく母を一緒に連れて、えー、あのふるさとまで送ってまいりましたそれからあのまた父がですねあの。 電話をある日かけててきまして私電話なくて娘がね「今どうしてる?」って聞いたんですよね。えー、なんでそんなこといきなり聞くんだろうとその時は不思議に思っていたんですがあどうやら父がまた入院しなければいけなくなってもし私の娘がね、えー、手が空いているならまたお願いしようかなと思ってたみたいですね。ですががちょうど、えー、その時あの娘が あの仕事を始めておりましたので、うん、あの元気に働いてるよというふうに、えー、伝えたもんですからあ、まあ、やむなくあの、えー、同じ長男にあります施設に預けまして、えー、それからあ,の、まあ、あ,のある日ね、えー、あのそこで、まあ、体が弱っておりましたからね足腰がとっても弱っておりましたので。 えー「朝ごはんですよ」って声をかけられた時に、えー、なんかベッドから落ちたのか階段から落ちたのかちょっとそこが浅高ではないんですけれど骨折をしてしまいまして大腿骨を。 えそれで、えー、まあ手術をしてあのボルトですね、えー、を入れて、えー、まあ手術はしたんですけれどもともともうね足腰が弱ってる人でしたからリリハビななんんてでできるわけがないんですよね、えー、あの歩いてみようと言,われ言っても痛いからということで拒否をするわけなんですよね。なのでもう病院のベッドに寝たきりになってしまいまして、えー、そんな感じで、えー、まあ ほなななくなくなりまして、えー、こんあ本当はこんなお話をね、えー、しようと思って動画を回したわけではないんですが、えー、お話ししているうちにどん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 そんな方向に行ってしまいました。本当はね、えー、私の 神奈川に住んでいた頃のお家で娘と一緒に母の介護をしている時のことを思い出しまして、そのお話をちょっとしてみたかったんですよね。えー、まあ介護というのはあの本当にね、えー、大変でございます。あのなんでしょう、特にお若い方ならまだいいですけれど、とはいえ。 あの協力をしてくださる方がいなければ本当にあにお互いに介護される方もする方もとってもいろんな意味でつらいおつらいではないかなと今だからこういうお話ができるのですがその当時は私あのお勤めもしねお仕事もしておりましたので週末だけ えー、しかあの母のことは見ておりませんでしたけれど本当娘にはね、えー、その時毎,月毎,毎週、えー、4ヶ月の間月曜日から金曜日までね本当にあのよくしてくれたと思っております。 あの本当に愚痴を一つ言うわけでもなくいつもニコニコして、えー母にね、私の母に接してくれまして「えーね、おばあちゃんおばあちゃん」おばあちゃんと言って、ね、で母が好きなものを、ね、お料理に。 作ってえー、いつもねいろいろやってくれておりましたのでむしろ母は私よりも娘の方にいろんなあの話しやすかったのでしょうねきっとね私は結構その当時は本当に私は若かったんだと思うんですね、えー、気持ち的にも精神的にもまだまだあの何でしょう、えー、いろいろ至りませんで。 母には結構きついことも言ったことがあるんですねそれがもうとても今となっては私の心の中にもう悔いが刺さったようにあの残っております本当に後になっていつも思うのですがあんなことを言わなければよかったもう少しああしてあげればよかったこうしてあげればよかったという後悔ばっかりがたくさん残ってしまいます ですがあの皆様方が今ね、えー、私はもう両親ともい今いませんけれど、えー、その当時はあの本当に自分なりに一生懸命やったつもりでございましたけれどあの現段階で今ね皆様方が介護をされている最中本当に大変なことを だとお察しいたしますどうかその時は、えー、周りの方をたくさんあの巻き込まれましてね一人で頑張ろうなんて思わないでくださいませ、えー、やはりいろんな方の手を借りて、えー、された方があの自分の気持ちも介護する側の気持ちも少しはあ あのゆとりができますし、えー、そうすれば、えー、そんなね言わなくていい言葉は吐いたりとかあのしなくなると思うんですね。やはり余裕がないとつい人はあの自分が楽な方に逃げたいですからつい言わなくていいことを言ってしまいます。えー、それが後々になって、えー、すごく後悔になって例えば私あの,私あの 病院の看護師さんがおっしゃっていたんですが。人は どれだけ尽くしててみもどんなに手を尽くしてみとったとしても後悔は残るものなのでそんなに気にしないでくださいとお言葉をかけていただいたこともございますですがやはりそういったことがないに越したことはないと思いますのでどうか今介護の真っただ中にいらっしゃる方々お一人で頑張らないでくださいませ介護保険というものもございますけれど そういったものがもし利用できるのであればあ、ね、そちらを利用されてできるだけお互いの介護する方とさ,される方の環境をとできるだけあのベストな状態になかなか難しいとは思いますけれど本当にいろんな方の手を借りてご自分の時間もたまにはとって余裕の ある介護はなかなかできませんけれど、えー、本当にね何が辛いってあのー、自分のお精神的にいっぱいいっぱいになってしまいますので、えー、あの考えることがですね、えー、どうしてもマイナスな方にばっかり考えてしまうんですね今から思うとお私はあのー 後から考えますと大したことではなかったなぁと思うんですけれどその当時は本当にあの気持ち的にも肉体的にもいろんな意味でいっぱいいっぱいだったので、えー、つらいなという勝手な思いですが思っておりました。あですので皆様方あの、ねえー、もしお見,お,見お,見お見落ちの方で、えー ご兄弟とか、ね、それから親戚の方娘さん息子さん、ね、いろんな方の手を借りてそして地域の方たちの手を借りてお買い物だけでもね今は地域の方にあのお買い物に行けないのでお願いすることもできますよね。なのでそういったことを利用されて少しでもあの。 介護がね、えー、楽になると言ったら変ですが気持ちが軽くなるようなあよとりのある介護にできるようにいろんなことを皆様の手を借りて、えー、なさってくださいませ、えー、大変失礼いたしましたあのその当時のことを思い出しますと未だに 私の心は後悔でいっぱいでございますので皆様方には後々そのような思いをしていただきたくないのでこんなお話をしてみました。ちょっと 気持ちが、えー、ちょっとあの高ぶっておりますのでお話がまとまってなかったと思いますが、えー、本当に介護は大変で、えー、ございますされる方もする方も両方がああのお気持ちがとってもおつらい時期だと思いますけれど、えー、だけれどどうか、えー、笑顔で笑顔で、えーねえー、いればその笑顔 で見るだけでも少しそのひととですけれどほっとお互いにしますのでね、えー、どうか笑顔だけは忘れないで、えー、いつもねつら、えー、そうな顔をされて、えー、こう眉間にひしわを寄せて、えー、そういったことではなくって介護される方もおそしてする方もどうかほんに1日1回でいいですから。 ニコッと笑う笑顔をお,せあのお互いに見せ合って、えー、過ごしていただけたらなとも思っております。ということで、えー、なんだかまとまりのないお話になりましたけれど今朝はあなんだかこのようなお話がしたかったので動画にさせていただきました。なりわでございました。皆様方いつもなりわのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。 またお会いいたしましょう。なりわでございました。では。